ったり、上空から現在の様子を撮ったとこだったり、いろいろ入ってます。部屋って一番良さそうです。私は、はい、どうぞ。ニモや千住が書いたであろうと言われてます。私がつけています、あのこのバッジが当主ニワや清太郎、その息子千住が描いたであろうと、荒船風穴を、運営していた庭屋家の当主がこちらです。ではどうぞ奥へお進みください。